官僚じゃ。知性どもの領域にある転移門に精霊の道を接続する大転移術、里全体を使う転移術、鬼神と結ばれた機体、我ら魔女の力が合わされば可能じゃろう。恐ろしく繊細な制御が必要じゃが、客人の助けも借りられそうだしの。コツは飲み込んだわ。要はクラッキングと同じね。ずれたら戻せばいいんだよね。キーヤも頑張る。本当に頼もしいというか。ああ、つくづくいろんな人たちに助けてもらっているな。転移の際の水先案内は私とアルティナさんが務めます。俺もサポートさせてもらおう。風を読む技が使えそうだ。皆さんよろしくお願いします。それとユーナさんたちも。うん、任せて。この4機で精霊の道を開き、7組全員を転移させる。オカルト全開だが、せいぜい協力してやるよ。そして何より重要なのが私たち全員の思いですか。うむ、すでに説明した通り、1回限り後戻りはできぬ術じゃ。知性の領域に入れたはいいが、再び戻れる保証はどこにもない。そんな七に飛び込んだとしても、取り戻す覚悟が主らにあるか。逆説的ではあるが、それが術の成功を左右する最大の要素であろう。そうね、ここから先は精神論になっちゃうかも。お兄さんのことどう思う？それが鍵になるんじゃないかな。今更な話だよね。起動者としてではなく、僕たち全員の中心として。やはり彼がいなくちゃ僕たちは始まらないだろう。あいつとミリアムの思いや決意を無駄にしないためにも。かけがえのない大切な人をこの手で取り戻すためにも。我らは翼となり、カイナとなろう。真っ暗な地の底からリーンを引っ張り上げるために。なんという整列だ。いい反応だね。ほう、なんかすごいな。私たちだって同じです。たくさんの文句とお礼をぶつけるために。重すぎるものを背負った背中を少しでも軽くするためにも。ミリアムさんの決意の証でもある剣と共に取り戻すためにも。7組という可能性を夢見てしまった落とし前をつけていただくために。胸ぐらを掴んででも暗がりから引きずり出してやるよ。本当に過保護ね。木は熟した。おばあちゃん、皆さんどうか始めてください。うむ、まずはかの地へのパスを開くぞ。リブソーは小さき川、資源へと遡る流れ。インディカントピルクルメゼとピルナ、結ばれし絆とちぎりよ。
皆さん、これは霊脈への干渉。ふむ、始まったようですね。おい、そいつはまさかエリンで有望たちが。ええ、リン君たちの救出作戦を始めたのでしょう。この防空体制では厳しいかもしれませんが、せめてもの保険をかけておきましょうか。この場所を突き止めるとはね。うん、ちょうど居合わせたのは行幸と言うべきか。不可侵の黒の工房、侵入者は初めてなのかしら。そのための君たちだ。役目を果たしてもらおう。三手に分かれて各研究所に向かってくれ。承知。デュバリーはどうする？気は進みませんけど、この人と向かいますわ。任せたわよ。しっかりやりなさい。クロウ、くれぐれも妙な気は起こさないでくれ。彼らは何も分かっていない。それを分からせてあげてほしい。そいつは同感だ。ま、適当にやらせてもらうぜ。そちらの彼女のお披露目もちょいと気になるけどな。乙女たちの気配がするな。そちらは任せてもらおうか。本当に生真面目だな。迷った末の分かれ道。進むべき道は見えてるのに、前に踏み出せねえといったところか。私は。てなわけで、賭けをしないか。え？何？コイントスで決めようってんじゃない。とりあえず奴の様子を見に行くとしようぜ。戻ってみれば面白いことになってんじゃねえか。小僧どもの行き着く先、せいぜい見届けさせてもらおうか。受けて、まさか。
としての鬼か、そういうことだったのか。だとしたら許さない。よくよく、そこか。取り戻した。もっとだ、もっと取り戻さないと。まさか、ケント・バリマールのところに。あのままじゃ。ロゼから受け継いだ術、できれば使いたくなかったけど。ああもう、あんたのせいだからね。待ちなさい。今のって、なんか頭の中に浮かび上がってきた。ディーン、それにセリーヌなの？ええ、ですが様子が変です。暴走、それに近い状態なのだろう。だが二つの門を掴んだ。手勢を二手に分けるか。ああ、お願いする。編成はどうします？男女別でいいでしょう。男子は私がフォローするわ。お願いします、教官。行くぞ、新旧7組。はい、合点承知です。教官を取り戻すために。待ってろよ、リーン・シュバルタ。リベット掃除をせよ。テネブリー・クラッチの領域へ。聖どもの本拠地、黒の攻防か。地下センアージュにある隠されし領域、転用ゲートのハッキング成功したみたいだね。待ちなさい。
何よ、文句あるわけ。言っておくけど人型になんかなりたくないんだからね。この携帯じゃないと構成術式が。自立型の魔導兵器、用意周到な。戦術リンクオン。ああもう、なんで私が。できる限りフォローしつつエマたちと合流しなくちゃ。さあ気合を入れなさい。
かの培養素。まさか。思い出してきました。オーゼットシリーズ、オムンクレスの研究エリアみたいです。これはアガートラムやクラウソラスに似た機体がいっぱい。戦術核の研究エリアといったところでしょうか。せいだな。俺の番だ。そこだ。僕の番だな。アーク駆動。逃さん。俺の番だな。今だ。ここだ。やっ。いいぜ。見切った。僕の番だな。火をつかめ、ノーブルライズ。よし、覚悟を決めるがいい。まばゆく光よ、我が剣に誓おう。アイオロスセイバー。暴力の力、思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ、その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。まだまだこれから。強敵です。注意してください。私の番ですね。敵ユニットの傾向を解析。
察します。助かりました。私の番です。私の番です。ありがとう。助かりました。行くわよ。行きます。アルティナと同じ、
命の息吹を感じない。結社の人形兵器みたいな。やめろって。もう卒業したんだからよ。しかし OZ そっくりの区別か。結社関連かよ。結社から盗んだ技術を応用して作ったものでしょう。つくづく忌まわしいというか胸が悪くなる連中ですわね。あんたら一体どういう。何、今度こそ利子を返してやろうと思ってな。え？しまっとけ。なくさないようにな。登録アカウントを破棄、適正対象に再認定します。選別モードに再移行。リンクシステムを起動します。戦術リンク。生意気な。来るぞ。ほらシャキッとしやがれ。やばい相手だ。気合を入れろ。
せ。行くわよ。行くぜ。また書きなさい、ビーズ兄貴。行くぜ。そこだ。手当てするわ。行きますわよ。ドリアン初期隙ありだぜ。行くわよ。70% を突破。目的完遂は不可能と判断。自爆モードに移行します。趣味悪すぎでしょ。マスターだ。え、騙したな、騙したな、騙したな。もうよ。ええ、じゃなくて一体何のつもりよあんたたち。だから言ったろ、利子を返すってな。私はあくまでついでですけど。バリマールと剣のところに行こうとしてるんだろ。そこまでは付き合ってやるよ。ちょ、何勝手に話を進めてんのよ。そうだ、この距離だと